落ちましたね、ボールを持ったよ。意外とこう球まっすぐ行っちゃうんじゃないかっていうちょっと不安な気持ちがありましたけど、でも普段のスイングで打っちゃうとやっぱりかかってるネットとかちょっと低めになっちゃうので、うん、普段より狙いをなんか高めにお互いに設定しながらやったら結果的に落ちた。ピンはお金出せば買えるってことで。いいですか。うまい。いいですか。最高です。そうですね、うまいっす。買えなかったら買ってください。すごい。いけるんですよね。はい、はい、ちょっとリベンジしないと。バン、こいつでリベンジ。こいつで、こいつでリベンジ。やってこい。よし。ラケット変わったぞ。変わったぞ。大きく変わりましたぞ。魔法の種類変わりました。魔法の種類が変わりましたよ。もう練習なしでいきなりいきますか。やーやーす。誰でもセイバーできる。外してもね。持っていける。誰でもセイバー。新しい使い方。Oh!
そうですね。取り扱い中。取り扱い中。あの、アイロンの時振り回しすぎましたかね。そうですね。我々ちょっと軽いのをいいことに。全然出てこなかったです、今度。序盤ちょっと苦戦しましたが、まあ、こうとね、後半の方では、ちょっとコンパクトに使えばいいんじゃんっていうのをね、あの、前回の撮影の時思い出しながら使って、もう、こうやって。前に。リターも基本前に出す、あとは足でバンと合わせれば勝っていいと思うと、もうこれですね。そうですね。ボレーとかもこう自分でこう構えてバーンって打つというよりはこう打ち合いでコースつきながら前でしっかりこうさばいて、でも打たれた球の落差はやっぱりちょっと浮いちゃった、ちょっと強く打たれちゃった、手伸ばせば当たればなんとなく返るっていう、非常にこのラケットのパワー、まあ、魔法のラケットと言われるゆえんですよね。そこは非常に体感できたと思います。いかがでした？サーブなんかやっぱ回転かかりますよね。サーブなんか回転すごいかかりますよね。あとはネット前での前での取り回しがやっぱり弾き感と引っかかり感が最高ですよね。ハマ、はい、のやつちょっとね引っ張ってますよね。いやこれはもう半端ないですね。半端ないですね。まあもうもう五連戦の、はい、中で操作性がすごく良くて、先ほどおっしゃったみたいに自分からバンというよりかはもう本当にもう当てるだけで普通に踏み込んで打つぐらいのいいボールがいってる感じで、はい、すごくこれもまた、はい、違った意味で魔法のラケットで、はい、非常に、はいはい、扱いやすかった、はい、まあ、あれですね、ラケットのパワーを使えば、まあ、そんなにこう自分が頑張っていいボールを打つというよりはこう展開力で、ね、あの勝負していくっていう方にはこういうちょっとこうオーバーサイドのラケットが良かった、非常にいいのかなと思います。リターンでこう前でこうしっかりさばいてこう返球率が上がるっていうのだけでも非常にダブルスの中ではメリットかなと思います。まあ、かなりあの後半あまりに触れないということが分かったので凄まじいところでリターンしてましたけども前で前でさばいてリターンで結局ネットついてこれでしょう、まあ、そういう展開をこう求める方は非常にメリットをたくさん感じていただけるんじゃないかと思うので、はい、ぜひこの 10.0 も、ね、元祖魔法のラケットというところで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、行きます。パワーをお金で買います。そういうのまた言うかなと思ってちょっと期待したんですけど。どうぞ。パワーをお金で買います。買います。買います。貧乏金で買います。貧乏金で買います。まあ、あのそのニーズに合わせてね、ラケットを選んでいただければなと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃ今日は朝が早くからありがとうございました。ありがとうございました。